はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日はですね、暗黒界デッキを組んできたので、ご紹介をしていこうかなというふうに思っております。診断でですね、暗黒界の竜神王グラッファという史上最強モンスターが、これ召喚ムービーあります、ちなみに、こいつ追加されましてですね、こいつめっちゃ強いんですよね。相手がモンスターの効果または通常トラップ、通常魔法を発動したら、その効果を書き換える、我が効果を書き換えたのだということで、相手は自身の手札を選んで捨てるという風になるということで、何言ってるかっていうと、要は相手の効果で手札を捨てることにするよっていう、まあそういうインチキ効果もいい加減にしろというね、効果を使います。だからこれを出せると、例えば、流行ってるところで言うと拮抗勝負とかね、はい、まあ、あとはまあ楽園リードの楽園融合とか、まあ、無限法要であるとか、まあ、そういう通常魔法、通常トラップみたいなカードも無効にできるし、もちろんモンスター効果も無効にできるということで、非常に強いですね。で、融合召喚したこのカードが相手によって離れると、グラファー出しながら、手札捨てるみたいな効果もあるということですね。で、もちろんこれ融合召喚条件がすげえ緩くて、闇属性プラスグラファーっていう効果なんで、まあ、結構有名なところだと、ティアラメンツデッキとかね、ああいうデッキから、まあ、飛んでくることがあるんですけども、まあ、今回はちょっと暗黒界で組んでます。で、暗黒界デッキはね、未開域とめっちゃ相性いいんですよね。で、未開域と混ぜないと逆に手札を捨てるカードが足んないです。多分。未開域ってどういう効果してるかっていうと、手札を捨てながらランダムにね、ランダムハンデスで、自分じゃないやつが、選ばれると、自分特殊召喚しながら1枚ドローするみたいな効果なんですよ、基本的には。で、こういう効果が捨てられるとなんかあるよみたいな効果なんですけども、未開域で、まあ、暗黒界を捨てていくと、モンスターが盤面にバンバンバン並びながら、展開を伸ばしていくことができるので、まあそれをね、狙っていく形になると思います、基本的には。はい、やっぱね、使ってて、ね、一番弱いなと思ったのね、取引ってカード、暗黒界のこれね、弱いなんでかっていうと、ね、相手にドローさせるから、これね、この相手にドローさせるのがマジでやばくて、例えばティアラメンツからだったら普通に融合されてなんか世界終わるし、あと例えばなんか、なんだろうな、墓地に落ちたらやばいカードが叩き落とされたり、あとドローで手札誘発引かれたり、そういうのがあるんですよね。だからね、これマジ弱くて、これ絶対使いたくねえと思って、未開機にしてます。で、どういうデッキになってるかっていうと、まあ、もちろんね、普通に融合していくことになるんですよ、エースモンスターは。なんですけど、未開機入れるとすごい展開力があるので、今回はあのリンク値をめちゃくちゃ稼ぎまして、なんかリンクで戦っていく感じにしました。はい、で、デッキの都合上ですね、手札誘発なんて入れてる枠ないというか、なんか手札誘発とか入れてると事故るんですよね。このデッキマジで事故率高くて、なんでかっていうと、その暗黒界って捨てられた時に効果発動できるんですけど、捨てるカードと一緒に必ずセットで引いてこなきゃいけないんですよ。例えば、まあ、効果新規で追加されてるゼンタとか、これ手札からぶん投げると暗黒界のモンスターアーチするっていうのが超ぶっ壊れモンスターなんですけど、これとかをプラス、スノーをなんかセットで引いたりで、そっからなんか引いてきたカードもまた強くなってきてるじゃないですか。だからね、なんかね、そのね、偏ったり、なんか捨てるカードしかないとか、捨てられるカードしかないとか、なんか偏る時あったり、あと未開機でなんかそのうまいことなんかその捨てられなかったりとかすると、なんかね、事故るんだよね。これがね、やっぱね、厳しい、非常に。で、一番強い動きはセルリです。これが一番強いです。セルリを捨てる。で、セルリを捨てて、相手の盤面に特殊召喚しながら、セルリの効果で自分の手札を捨てさせられるっていう感じなんだけど、これでケルトとかレインを捨てると、相手の効果で捨てられたことになって、なんかこの辺の超強い効果が発動するんで、まあ、とにかくセルリを、まあ、捨てて、レインとかケルトをその効果で捨てていくっていう、この動きをね、目指していきたいですね。はい。で、融合魔法というか速攻魔法で融合できるカードが追加されてまして、これめっちゃ強いですよね。お互いのメインフェーズに発動できるミラクルフュージョンみたいな感じで、フィールド墓地から、悪魔族の融合モンスターを出せるよっていう効果なんですけども、手札の融合際を切る場合は手札捨てて融合際にできるということで、まあ、捨てる効果を、発動できる。で、さらに墓地で存在している場合は、自分の手札を捨てながら回収できるっていう効果があるので、これがね、まあ、墓地落ちても強いし、融合するために使っても強いみたいな感じなんですよね。だから、捨てるカードは未開域プラス、まあ、門、プラス、当局、まあ、踏み戸のっていうカードもあるんだけど、踏み戸の、援軍って感じ。あと、手札抹殺ですね。で、裏ら入ってないし、墓も入っておりません。増人撃たれた場合、突破してください。
増字は貫通してデッキ切れを狙いましょう。まあ、2回やったら展開力が結構すごいのでできるんでね、ぜひそれを狙っていきたい。まあ、今回は、リンクモンスターで固めてますんで、まあ、うまいこと回せればもちろん40枚デッキとかであれば全然いけますし、60枚デッキでもワンチャン最後の方にテクダマーサスを打てば枯らせます。はい、狙っていきましょう。デュエルスタンバイ。このデッキ300秒で回せるか甚だ怪しいです。300秒にしたらマジ許さねえからな、コアナミ。マジで声がでげえやつがいたのか知らんけど、これセルリレインできんの強すぎん、これやばい。これ理想ハンドっすね。これが最も理想のハンドと言っていい。でセルリとゼンタの効果、ゼンタが除外されると特殊召喚される。でセルリは、手札から捨てられると相手のフィールド上に特殊召喚されて、でこっちが手札を捨てるっていう効果、まあ、相手に手札を捨てさせるって効果ですね。でレインが相手の効果で捨てられると、上級モンスター持ってきながらデッキから暗黒界モンスターを自分のバックか相手の場に出すという効果。これで、もう一発、セルリを相手の盤面にプレゼント保有して、このセルリの、ね、効果を何回使えるかみたいなところあるんですよね、暗黒界って。はい、まあ、その相手の効果で捨てられたときに効果が強くなるカードが多いので、まあ、基本的にはセルリーを送りつける方がいい。まあ、割と何でもいいっちゃ何でもいいんだが、はい。で、レインの効果、フィールド上の、暗黒界モンスターをバウンスすると、手札に戻すことができるという謎の効果、これによって、1回使ったゼンタとか、まあ、今出してきた、スノーとかこういうカードをなんと使いますことができてしまう。あまりにも強い。とりあえずゼンタの効果を、ちなみにこれ暗黒界の門をサーチするっていう効果なんか知んないけど単位じゃありません。まあ単位値 ないからギリギリ回る感じですけどね。暗黒界の早く欲しいんだけどな。まあ、とりあえずゼンタを除外して、でスノーを捨ててドルー OK でスノー効果、まあ、そうですね、踏みどろかなんかでいいですかね。これは援軍にしとくか。まあ、やっぱスノーがねこうやってなんかループしてくれると安定感が全然違うよね。でスノー特殊ほいからのブラウでワンドロー、はいはい強い。あーグラファ来た OK で、まあ、もう一回ちょっと使い回しに行きます。アカシックマジシャンをリンク召喚してリンク先のモンスターちょっと返してもらう。ありがとう、ちょっと返してもらうわ、ありがとう。この動きマジインチキだよな。この動きマジでインチキで、ほい相手なんもないね、これ相手なんもないわ、誘発まくりカード入ってるのかもしれないな。拮抗勝負とかね結構飛んでくるんで、まあ、拮抗勝負ちなみにケアできます、グラファーなんでね。融合グラファーも出るし、まあ今のところうまくいけばドライゲートウィザーとかも出ると思うんだけど、まあ、とりあえずセキュリティドラゴンの効果発動してとそれも返してもらうわ。はい、ありがとう。一回ちょっとアカシックマジシャンの効果使って当てに行くか。ちょっと一応レインって言っとこう。あ、まあ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 全然いいです全然いいです。まあグラファー落ちたもなんならいいわ。でネッシー効果、あーチュパカメラ落ちちゃった、ちょっとやばいかもしれない。大丈夫かなこれ、特殊召喚手札を捨てるカードがあぶねー。でチュパカメラ効果、自分の墓地からネッシーを特殊召喚していく。でいいよし、いいぞ、繋がってる繋がってる繋がってる。ちょっと手札を捨てるカードが若干なくなってきつつあるのが少し気になるところではあるね。まあ、とりあえず一回 G ランティス出すわ。この G ランティスとかいうモンスターも、まあ、リンクの状態をなんかこういじれるんでめっちゃ優秀なんですよね。で土の子の効果、あーオッケーオッケーオッケー、来た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 。でほい効果発動、ほいで特殊、はいで効果発動。意味わからんから強いな、やってることで。もう一発戻して、はいはい戻して、やってることおかしいだろこれ。やってることおかしいよなこれ、なんでこんなことが許されてるんだ、わけがわからない、まるでわけがわからんぞ。一回ちょっとトライゲートかなんか出しに行こうかな。
モンスター並んだらね、クソ適当になんか、まあ、いっぱいモンスター出して、で後でなんかその G ランティスでリンク先をいじればいいから、リンク先というかリンクマーカーの方向か、まあ、とりあえず一回ちょっとケルベロスは後で何でしたっけ、デスキャスターで特殊ができるかもしれないんで、ちょっと一回置いておいて。ちなみにこれセルリーがね送りつけられてるとね、これ何がすごいかっていうとですね、あれです、無限包容ケアできます。あと拮抗勝負も拮抗打てないっていう相手、それが強いんですよね。さあとりあえず一回もう一回やり直しに行きましょうか。相手なんもなそうなんで、とりあえず G ランティスこっち側だな、 G ランティスこっちで、トライゲートウィザードを隣に置いて、で、あとはまあどうでもいいか、こうしてっていうか、あと86秒なのやばくない？やばくない？大丈夫かな？ちょっと一回セルに返してもらって、はい、 OK で、一旦デスキャスター出して、で、ここでリンク2方向分走5リンクですね、2方向分走5リンクで、グラファー戻す、 OK で、こっからこれ繋がるかな、うわ、やばいか、大丈夫か、これなんか捨てるカードがねえんだよな、来たわ、神カード来たわ神カード来た。さあ残り60秒となってきました。さあやばいですよ、残り60秒は残り60秒やばいですよ。一回ユニコーンかな、ユニコーン、いやユニコーンもったいねえな、ちょっと待って、頭バグりそうなんだけど頭がバグりそうだ。で、はい、でユニコーン爆弾で、これ効果発動しない、やば、時間な残り30秒しかない、やばいぞ、急げあかんこと起きてる。はい、で、はい、やばい、ちょっと先もグリフォン出すしかない、ここと、いやこれ多分もうちょい回せたな、多分うまいこと回せばもうちょい回せた気がするが、まあしょうがねえ、ちょっとここで当局行くしかねえ、もうちょっとねグリフォン使ってるね時間ないっす。当局でグラファーですね、あーやばい、本当にやばい、ほんまにやばい、ちょっとうるさい、はい、危ねえ、エンド、危ない、残り6秒でした、危ねえ、ちょっと回し合えてないけどもあるんですけどね、多分もうちょっとなんか暗黒界のプロみたいな人は多分結構もっと早く回せると思うんですけど、今ちなみにどういう効果が盤面にあるかっていうと、トライゲートウィザードが相互リンク3なので、何の効果も、なんか発動した効果を無効にして除外するって効果と、グリフォン の効果でリンク状態じゃないモンスターは、特殊召喚されたモンスターは効果発動できないっていう、まあなんか若干のちょっとなんか弱スキドルみたいな感じの制圧と、あとグラファーが手を出してると何でも効果をなんか無効にして代わりに手を出せるみたいな、だから、一応何でも無効2回プラス、まあ、グリフォンの特殊召喚系のなんか効果が無効になって、そう今こんな感じでジェットの効果発動できないこれ今で、G ランティスが、バトルフェーズになると、全部で4枚破壊ですバトルフェーズで4枚破壊してくる、選んでスターター、これトライゲートウィザード取っちゃっていいか、なんかもう拮抗とか打たれないし別に、もうはいどうぞ、スターターはこの向こうにして除外です、向こうにして除外していくスタイル、これサロセイレスとか出されるとちょっとめんどくさそうか、あスターター打ってくるからもう出せないか、大丈夫だ、スターター めっちゃ持ってんな、スターターお前強えな、めちゃくちゃ持っとるやんけ、でブルーの効果もこれ発動できません、リンク状態じゃないんで、まず一回リンク先用意してからじゃないと、あーエルフね、 OK 了解、いいよ、いやこれちなみにこの盤面結構まくれないと思うんだけどな、リンクでなんかまくれんのかな、スターター打ったからもう
あのアーゼウスとか出せないしね。アーゼウスもうリンク状態じゃない場合はあの効果発動できないけど。さあエルフ効果発動して、いやでもやっぱさ、これ向こうでいい、これ向こうでいいか、これ向こうでいいわ、これ向こうでいい。あのあれだな、もうちょっと強くできたわ。これグラファー手札に回収したりとかしとくことができればめっちゃ強かったとは思うんだけど、まあ、それは無理だったな。でとりあえずスノー効果発動、墓穴 OK、 いいよ、全然いいっす。でこっからあとはこれもう妨害ないんだよね、まあ、妨害ないので、あとは相手がこの盤面を返せるかって感じなんだけど、シルバーのねやっぱハンデスがなくなったの痛すぎるね。この盤面作ってシルバーでハンデス入ってたら多分絶対相手返せないから、いやよく相手心折れんねえな。これまくられたら俺あの発狂して3戦目に動画使うわ普通に素でまくられた男っつって、スプライドスプリント OK、 いいよ、いや強いねなかなか、あいいじゃん、はいはい。で、アンコウ効果、いやでも多分大丈夫だと思うんだよな、何が来たところで。でいや一応、相互リンク状態のジーランティスをなんとかしないとバトルフェイズに入った瞬間に爆破されますからね、相手のモンスター全部で。あギガンティックスプライト OK、 これ効果一応発動できるな、リンク状態だから強いな、いいだろう、よろしい、いいだろう、もう止める効果はない、3200打点だけえな。ジェッツ効果発動、何スマッシャーズかこれ、やばいやばい、あスマッシャーズやばいかもしれない、待ってスマッシャーズ、えスマッシャーズやばくね、スマッシャーズやばいわ、あこれやばい、トライゲートウィザード吹き飛ばされたら俺世界が終わりそう待ってやばい、やめてくれ、こんなに盤面作ったのにこれ返されるの俺、え何どれ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 、グラファーなんだ、えマジグラファーなのあれこれなんか G ランティス生き残ったぞ、あれあれで、え2体でマスカレーナ、はあ、はあははあ、なるほど、バトル、えデスキャスターぶん殴るってか、お前 G ランティスの効果忘れてるぞ、 G ランティスの効果忘れてるぞはいやぶねー、いやこれ今多分トライゲートウィザード除外した方が良かったんじゃねえか、相手トライゲートウィザードを多分ぶっ殺したら全部の効果なくなるから、それが一番良かったと思うけどな、まあ、なんか知らないけど耐えたわ、はい対戦ありがとうございました。これで返されそうになってるのちょっといまいちだなまあ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 悪くはなさそうな反動はしているが、増殖する G、 なるほど、関係ないです僕これ突き進むしかないんで、このデッキこれデッキ増殖する G でケアしられないんで、ベージー OK、特殊ドローあセルリ来た OK で、ベージーからの特殊セルリなんとかして送りつけたいんですよね早めに。あーでここでまあ一応スノーが出せるから、はいはいはい、でセルリ効果これで無限紅葉一応ケアできました。で、セルリ効果スノー捨てて、スノー効果特殊召喚、相手の墓地の増殖する G してもらうわ。で手札に加えるカードはまあこれ全打だなさすがに。さあとりあえずどうしようこれ、スカルデッドなんか無限法要ケアできてるから一応うららがなければ、スカルデッドなんだよねこれ、スカルデッド行った方がいいかな、スカルデッド行くよりもこっち先か、こうだな、これで戻してで、まあこれで一回ちょっと様子見に行くわ。で全他除外で
グラファ捨てる、ドロー、うわ、いや微妙、バリ微妙だな。なるほど。いやここでレインとかねケルトが引きたいんですよね。まあ、スノーでもいいんですけどワンチャン。これグラファーで戻す。いやーこれ。手札やばいっす、やばいな相手。あ、うらら引いたな。うらら引いたくせえな。うらら引いたくせえわ。なるほど。とりあえず一回モン発動するわな。いや、これやばいな。これセルリで捨てるカードゴミだぞ、これ。これゴミだわ。大丈夫か、これ。まあ、なんか、あの、引っ張ってきたカードを捨てるしかねえからな。さあ、1枚ドローしたいです。あ、うららね。オッケーオッケー、いいでしょう。はい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 。まあ、どこで打っても、まあ、そんな変わんねえもんな、このデッキ。いや、こっからはね、人掛けに、人掛けになりますね、基本的には。人掛けになります。ちょっと、あの、無限紅葉やめてもらっていいですか。無限紅葉やめてもらっていいですか。あ、取ったー、よっしゃ、危ねー、取ったー。いや、やっぱセルリレインができねえと、こういうことになるんですよね。とりあえず、一回戻しに行くか。いや、これ先だな。ゼンタ発動。モン。これで、あ、大丈夫だ。これで一応、モンもう一回発動するから、これモン戻すだろ。はい。特殊。で、これでセルリレインだ。いける。まあ、ゼロ。アカシックで、4枚見て、え、何来る？ネッシーでしょ、これ。これ、未開機のネッシーを僕もらいたいんですけど。はい。はい。はい。あ、惜しい！なんか、いそうだったけどな。まあ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 。いいでしょう。まだ187残ってる。でかすぎる。で、アンコからもう発動。さあ、とりあえず、墓地からなんか適当なカードをゲームから除外して。もうチパカブラ悪魔族なの偉いよな。で、セルリー、送る、ブラウ、オッケー。で、セルリー特殊、これでも無限包容は大丈夫。で、レイン、で、効果発動。ケルト持ってきながら、セルリー出す、これ君にあげちゃう。はい。はい。で、はい。はい。で、はいはいはい。これもあげちゃう、これもあげちゃう。2枚ドロー、ポポイーン、強い。あ、もうそんな強くない、そんな強くないか。でさあ、特殊召喚回数稼いでいくぞ。はいはい、うー、あー、あい。門発動。でもあれか、これ捨てるカードなくなってきたな。いよいよ捨てるカードなくなってきて、やべえ。手札を捨てるカードがなくなってきた。どないしよう。ちょっと1枚ドロー、あ、まあ、これでドローできれば大丈夫か。ドロー、はい。あ、ネシ来た、オッケーナイス。で、スノー効果、まあ、これ踏みドロで。さあ、ゴリゴリにドローしていくぞ。まあ、踏みドロー発動するか。踏みドロー発動しよう。はい。まだ残り132本。まだいける。これいけるいけるいける。全然いける。で、レインぶん投げて、あ、これちなみに言うの忘れてました。何を俺が、今してるかっていうと、デッキを枯らしてます。相手の特殊召喚で。ライブラリーアウトってやつですね。いわゆる。何をしようとしてるのか言うの忘れてた。このおっさん何してないと思ってた今、皆さん。あ、いや、いいね。何がしたいかっていうと、特殊召喚をゴリゴリにして、相手のね、デッキをゼロ枚にしたいんです。はい。増殖するち打ったことを後悔させちゃうっていう話です。はい。今は多分、今頃、相手後悔してんじゃん。うわ、最悪だ、暗黒界だったみたいな。未開機暗黒界で増殖打っちゃったみたいなね。まあ、とりあえずちょっと一回出せるもんは出しとくか。で、ケールとかなんか出しといて、はい。で、さらに、あ、これダメだったか。で、こっからは普通に適当にリンクつなぎいくんだけど、なんかもうリンク4いらないから、こうして、はい。
で、ケルベケルベは発動しなくてもよくて、グラッファー戻してほい、はい、で、ですね、セキュリティしなくてももういいか、多分間に合うな。これとこれで、リンク3、はい、トライゲッチウィダー、これでモスマンあたりいくか。ちょっと盤面開けとかないとね、わざ捨てられた時にモンスター出ないっていうね。で、ワンドローを1枚捨てた。あっ、やばいカード来ちゃった。あと残り11枚しかないじゃん相手。ちなみにデッキがね、引けないプレイヤーは負けるんですよ。やべ、残り30秒しかねえ。そうそう、行かないとやべえか。ちょ、やるわやるわ、お見舞いすら、お見舞いお見舞いするわ、そろそろ取る。神ゲー。あー、増資ね、なるほど。未開機暗黒艦に増資を投げるという行為がどのぐらい愚かな行為かっていうのを分からしてやるか。ちなみに、まあ、事故んなかったらいけるんですよね、結構。まあ、相手のデッキに誘発死ぬほど入ってると別ですけど、なんか、でもセルレインができると微妙だな。セルレインもができないとちょっと微妙ですね。てか、うわ、強。強くねえかな。まあ、じゃあ熱死ゲーしていくしかないんだが、アルティメット熱死ゲーをしていくしかないんだが、まあ何捨てられても意外と強い。あ、オッケー、ケルリ、あ、ケルト、オッケー。で、熱死特殊、序盤の方に誘発をね重ねていかれると、うわ、あんま強くねえこれ。序盤の方に誘発をゴリゴリに引かれると結構痛いっちゃ痛いですね。やばいかもしんない。やばいかもしんない。あーあここでの無限保養はあまりにも痛い。ぐんちなみに残り12秒。これはやばい、これはやばい。間に合うか、リュウ実況チャンネル、お前の力を見せてる、お前の力を見せるんだ。まだいけるぞ、まだいける、あと7枚。うわ、無理だ。1秒で1体、1秒で1体特殊召喚しないと、1秒で1体特殊召喚しないと間に合わない。やばいことが起きてる。うわ、助けて。うわ、残り残り1秒しか泣いて俺は。すいません、最大の敵は時間です、この敵。